と姫とリュウちゃんでフルーツ飴を作ったと思うんだけど、作った作った。その時にさ、唯一の心残りはケチャップ。はい、心残りってどういうこと？手をあげるな。いちごだっけ、できやんだな。あー、そう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 なの。いちごがね、その時期ちょうど売ってなくて、いちごが出回ってるシーズンに、はい、ぜひぜひリベンジしたいなっていうね、はい、思いがあって、今回まさかまさかのいちご飴を作ろうと思います。イエーイ。姫からしたらウホウホなものやな、いちご飴ね。ウホウホってゴリラですか？買うわ。ということでね、今回ママはルンルンでいちごをね、仕入れてきました。じゃーん、すごい。ほら、天下の甘王。おいしそう。ほら、ほらーほらー。でもね、せっかくいちご飴作るんだったら違ういちご飴も作りたいなって思って、はい、こんなの見つけちゃいました。じゃーん、なんそれ。白いちご、しかも種が逆に赤いっていう。そう、ということでね、今回このいちごとこのいちごを使って、はい、いちご飴を作っていこう。あの、前回フルーツ飴で飴が固まらなかったのが、水分があると飴が固まらないらしくって、今回は一個一個水分をしっかり取ってこう。はい、うん、手は洗いましたか？洗ってないです。洗ってきます。じゃあここまとめてシャシャシャって洗うから。これ OK なの？あ、 OK OK。 いちごってさ、いろいろさ品種があるじゃんか、うん、何が好き？アマオ。それ決まってるやろ。リュウは？アマオ。やっぱアマオだよね。でも皆さん聞いてください、ちっちゃい時からみやちゃんがね、いちごはあまおうって教えてきたせいなのか、スーパーに行っていちごがすごいさ売り出されてる時ってさ、なんだろう、秋姫とかそういうのがさ、結構1パック398円とか安いとか298円で売ってる横で、あまおうが780円とか680円で売ってんの。絶対断固として姫はあまおうしか選ばないっていう。主婦にね、優しくない子供に育っちゃいました。まだ洗ってない。洗わないと。じゃあ続きまして、こちらのね、白いイチゴをね、食べた？食べた？口についてるけど。なんで口についてるの？今日この白いイチゴって美味しいんかな？え、でもこないだ動画見てたら美味しそうやったよ。マジ？うん、ペキンさんが食べてた。うっそ、全部食べる。はーい、準備 OK だねー。今から一個一個丁寧に優しく水をしっかり取ってこ、しっかり水分。やめて、そういうの怖いから。水分。甘、うん、なんか食べてみて。甘いけど、うん、なんか普通のさ、いちごとはちょっと違う。いちごの方が甘くない？いちごだからうまいわ。りゅうちゃんの声、ここにカビがある、ちぎって食べなきゃ。はい、ここにカビがある。茎が生えてたこの辺めがけて刺さないとクラクラするよ。はい、姫も白い血が刺すよ。もうどう使っちゃおう。あ、間違えた、こっちや。かわいい。いちごを食べるとき、うん、何をかけて食べますか？砂糖。いいよ、そのまんまです。ママは？ママも砂糖です。かわいい、いちごピラミッドだ、すごい。じゃあ絶対的に固まってほしいから水分取ろう。砂糖と水の対比は4対1だから、砂糖をじゃあ400測ってください。400、これ絶対揺らさないでよ。分量か狂うからね、どんどん入れてって。あ、時間かかる。火くれるわ。そんなちょっとずつ揺らさないで。
この人、貸せ。一旦貸して。これをさ、君たちもアホやな、パッパガバ。この上でやったら落としたところでここに入るでしょ。おい、ちょっと揺れたやないか、ボール。134って。うん、砂糖こんなに入ってるとかやばくない？うん、すごい。今ね、火にかけてます。弱火で、だいたい、まあ、10分くらいかな。そう、ポクポクしだすまでは触らない方がいいらしいから。それまではちょっと放置にします。じゃあ、水飴チェックしていきます。はい。OK？ 足れへん。固まる？固まっとるみたい。よし、じゃあ。かけてくか。かけてこか。舐めるんかい。はい、じゃあかけてってね。どう？上だけ回って、上だけ回ってないんだけど。あ、ちょっと上落ちそうになっとる。はい、どんどんやってて。焦げちゃうよ。焦げちゃうよ。飴が焦げちゃうよ。前フルーツ飴の時最後の方なんか黄ばんでたしね、飴が。はい、次。はい。今回は固まるかな、この飴たち。それが心配だよね、固まるかどうかが。まず固まるかどうかが心配だよね。うん。飴が固まらなかったら話にならないしね。なんやこれ。これもうあかんな。これはもうアウトやわ。もうだって見て。こんなんなっとるもん。これ。固まってるやん。ね。やっぱりこれあれやな。時間との戦いやな。な。完成！ただいま。間に合った。間に合った。うん、固まったっちゃ固まったけど、うん、塊がね、甘いかも。なんかでも固まらない飴ってどうやっても固まらないらしい。そうなん？全然食べていい？食べていいよ。食べよ。ほら、見て。やばくないこれ。これ。つららつらら。つららら。はい、つらら。ねえ、パリって言わない。そもそもじゃん。ねえ、やだー。パリって言わないじゃん。いただく。見て。あ。めっちゃ固まるやつや、あかんやつ、ね、これちなみに言うと昨日も一応横練習をしたの、メロちゃんで、その時もハイチュウ ×100 ぐらいな感じでめっちゃにくっつくいちご飴ができちゃって、わもうこれ最悪や、あ、砂糖と水の分量があかんかったなと思って、もう一回しっかり調べ直してやった結果が、俺でもこれ結構好きやでね、いちご飴ってこんなんやったっけ。ちなみに一番最後にやったこの子、これちょっと買ったやん、食べたい、ほら逆にこれがすごいさ、軽いじゃない、あ、サクだね、シャリだよ、あ、でも中がすごいいい感じにいちごが、あ、前歯飛んできそう。もうさ、歯にくっついて飴との戦いになってこん、これ。でも俺このハイチュウ100倍も結構好きで。怒んないから言ってみ。これ失敗やんな。いや、多分動画的には失敗やと思う。いちご飴としては失敗やと思う。せやけど、俺的にはこれ結構好きなの。こういうさ、歯の爪が一緒に食ったんでしょうね、くっついてんじゃん、ここにあるもういや全部持ってったら横の方見てみ、いやでもこれあれやわ、シータさすがチューバーだわ、チューバーとして最後にこれを神回にしてったね、いちご飴の失敗を全部歯で持ってったね、逆にね他の歯があれです
もうみなちはいちご飴いらない。はい、ということでね、今回はまさかのいちご飴失敗に終わりました。まあでも結果が良ければせめてよしだよね。よくないから、やっぱり。いや俺らとしてはやっぱおもろかったよ。でもみんなもおもろいと思う。動画的におもろい。まあ歯医者行こうぜ。ついでてやるよ歯医者。じゃあ一人で行けるか。はい、ということでね、あの次回またリベンジしよう。ちょっとなんかそれまでにもう一回失敗しないように陰で練習しとくわ。絶対成功するってなったらもう一回やる。次回いつかリベンジをしたいと思います。はい、はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価やめろ。バイバイ。バイバイ。でまたリベンジするときに失敗して、全問取れるんでしょ。私失敗しないんで。歯を潰すんで。失敗しないんで。いやさ、普通に歯がない。ガチョ、そのと固まってさ、どんどん歯がないねえ、歯なくても可愛い。うん、可愛い。歯がない方が可愛いじゃん。なんだ、そのさ、そのちっこい歯可愛くない。笑った時に